エフゲニー・ミレルエフゲニー・カルロビッチ・ミレルは、ロシア帝国の軍人、騎兵大将。ルター派。ロシア内戦時代は、チャイコフスキー政権の北軍総司令官を務め、フランス亡命時代は、白軍組織、ロシア全軍連合の議長となったが、ソ連当局により誘拐、処刑されるという最後を遂げた。ロシア帝国領だった、ラトビアのドビンスクで、 ドイツ系の職業軍人の家庭に生まれた。1917年4月、革命による軍団内の動揺を抑えるために論争に巻き込まれて、負傷し、逮捕され、ペトログラードに護送された。その後、予備役に編入され、イタリア軍内のロシア軍総司令部スタッフ会議長となる。1917年8月から11月、パリで在仏。 在マケドニアロシア旅団の解散とロシアへの輸送の解決に従事した。ボリシェビキ政権を認めることを拒否し、白軍運動に身を投じる。1918年11月2日、アルハンゲリスクの北部州政府は、北部州総督としてミレル将軍を招兵した。1919年1月1日にアルハンゲリスクに到着したミレルは、 チャイコフスキー政権の外務管理官に任命され、1月15日に北部州総督に就任した。5月、北部州軍総司令官に任命され、6月10日には北部戦線総司令官となった。9月、北部地方総長を兼任する。この間、イギリス遠征軍団は北ドビナ地区で一時的な成功を収めたが、9月27日に干渉軍は、 アルファンゲリスクから完全に撤収した。干将軍の支援を失った白守反乱軍と北部州軍は撃破された。ミレル将軍は800人以上の兵士と難民を撤収させた後、1920年2月19日にノルウェーに移住した。1920年3月、フランスに移住。1930年5月、ロシア全軍連合議長に選出。 1937年9月22日、パリで、ニコライス・コブリン、ナジェージュダ・プレビツカヤ等のソ連内務人民委員部のエージェントにより誘拐され、マルセイユから、ソビエトの帰戦、マリア・ウリアノバで連れ出された。獄中で、NKVD により拷問を受けた挙句、ミレルは1939年5月11日に、モスクワで、銃殺刑に処された。 処刑の事実は1990年に公表された。彼が獄中で記した手紙は、ドミトリー・ボルコゴーノフによって発見された。ありがとうございます。